この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はフィルターについて話します。通常フィルターと言いますと、こういった掃除機のフィルターであったり、あとはこういったフィルターネットなんかを思い浮かべると思います。こうした物理的なフィルターは、何かこのフィルターの目を通らないような大きいものはこのフィルターに引っかかって、フィルターの目より小さなものはフィルターを通り抜けていく、そういったものです。ただこのチャンネルの視聴者はよく訓練されていると思いますので、フィルターというとこちらの電気のフィルターを思い浮かべると思います。物理的なフィルターの場合は、フィルターの目の大きさによって物を通す通さないを決めますが、電気のフィルターの場合は電気信号の周波数の大きさ、周波数の低い高いによってその電気信号を通す通さないかを決められます。最初電気のフィルターについて勉強を始めた時は、こんなことができるのかと少し感動した記憶があります。今日はこのフィルターについて少し簡単に話します。フィルターにもいろいろ種類があると思いますが、今日話すのは集中浄水回路、しかも一番簡単にできると思われる抵抗とキャパシターでできたローパスフィルターです。ローパスフィルター、その名前の通りです。ローパスフィルター、低いを通すフィルター、低い周波数の電気信号を通すフィルターのことです。これはローパスフィルターです。ローパスフィルターのそれぞれの頭文字を取って LPF ということが多いです。ただ実際に言う場合はローパスフィルターで統一します。ローパスフィルターに低い周波数の電気信号を与えたとします。例えば制限波です。そうしますとローパスフィルターの出力にはそのまま信号が出てきます。周波数は同じです。振幅も同じです。では同じ特性を持ったローパスフィルターにさらに高い周波数の信号を入れるとどうなるか。出てくる信号の周波数は同じですが、振幅が少し小さくなって出てきます。この場合ローパスフィルターから出てきた信号の振幅は小さくなりましたが、ローパスフィルターの特性やあとは入力した信号の周波数がさらに高い場合は、出てくる信号は完全にゼロになる場合があります。これがローパスフィルターの基本的な動作です。周波数の低い信号はそのまま出して、周波数の高い電気信号は振幅が小さくなる、または振幅がほぼゼロに近い状態で出力される、そういった動作をするのがローパスフィルターです。これは一番簡単な構成のローパスフィルターです。抵抗の R とキャパシターの C、RC のローパスフィルターです。RC ローパスフィルターの場合、キャパシターのインピーダンスが重要です。入力された信号の周波数が高い場合、キャパシターのインピーダンスはその信号に対しては低くなります。なので抵抗とキャパシターで電圧がそれぞれ分圧されますが、周波数の高い信号に対してはキャパシターのインピーダンスは小さくなるので、その結果ローパスフィルターから出てくる信号の振幅も小さくなります。座学についてはここら辺で一旦中断しましょう。実験します。このブレッドボード上に RC のローパスフィルターを組み立てます。そして信号を実際に入力して、どういった信号がローパスフィルターから出力されるか確認します。これがブレッドボード上で組み立てた回路です。抵抗とキャパシタ、簡単だ。今こちらのローパスフィルターに 100Hz の信号を入力しています。この黄色の波形がローパスフィルターの入力波形、こちらの赤色の波形がローパスフィルターの出力波形になります。2つの波形を重ねれば、見て分かる通りですが完全に一致しています。では信号の周波数を高くしていきます。どうなるでしょうか。信号の周波数を10倍の 1kHz にしましたが、出力の信号が少し小さくなったような気がします。さらに周波数を高くします。信号の周波数は 10kHz にしました。元の信号の100倍です。かなり信号は小さくなりましたね。入力される信号の周波数が高くなると出力の信号の振幅は小さくなる。ちょっと面白いこともやっています。今入力信号に低周波と高周波の成分を2つ混ぜています。波形を拡大してみると、低周波の成分に高周波の制限波を乗せています。ローパスフィルターの出力波形を見てみると、低周波の成分はちゃんと
ローパスフィルターを通過していますが、高周波の成分についてはローパスフィルターを抜けていません。ローパスフィルターで捕まっているんですね。ローパスフィルターを、一瞬だけ無効にするとどうなるか。はい。入力の波形に乗っている何か高周波の、この場合はノイズ成分とでもしましょうか。そういったものをローパスフィルターを通すことで高周波の成分をフィルターできます。もう一度座学に戻ります。これは先ほどのローパスフィルターです。入力信号の周波数を高くしていた時に出力の信号が小さくなり始めた周波数を、皆さん先ほど見つけられましたでしょうか。その周波数のことをカットオフ周波数と言います。カットオフ周波数は RC ローパスフィルターの場合はこの式で表されます。 2πRC の逆数です。でここで理想的なローパスフィルターを少し考えてみたいと思います。ここで言う理想的っていうのは本来はそうあってほしいけども実際にはそういう動作にはならないという意味です。ローパスフィルターなのでカットオフ周波数より低い周波数が入力されたらその信号はそのまま通す。そしてローパスフィルターから出てきた信号の振幅は変わっていない。そういうふうな動作になってほしいわけですね。なので入力された信号の周波数がカットオフ周波数以下ではその信号はそのまま通る。そしてローパスフィルター的な動作としてはカットオフ周波数以上の周波数の信号が入力されたらローパスフィルターから出てくる信号の振幅はゼロにしたいわけです。なので理想的にはこうなってほしいわけですね。カットオフ周波数より高い周波数ではもう何も信号が出てこない、0ボルトですね。0ボルトの信号になってほしいわけです。これが理想的な、本来欲しいローパスフィルターの特性です。ただ実際はこうはなりませんでした。周波数を高くしていった時にローパスフィルターから出力される信号の振幅はだんだんと小さくなっていきました。カットオフ周波数の信号より大きくなったからいきなりその信号の振幅がゼロになる、そういった事態にはなっていませんでした。ちょっと図を書き直しました。では実際どうなっているのか。先ほど実験の映像を見てもらうと分かった通り周波数を高くしていくとローパスフィルターの出力の信号の振幅が徐々に小さくなっていくようなそんな動作でした。カットオフ周波数以下では入力と出力の信号の振幅は同じでカットオフ周波数に近づいてくると少しずつ小さくなっていきます。実際にカットオフ周波数での入力と出力信号の比率はルート2分の1です。さらに周波数を高くしていくと10倍のカットオフ周波数のところでは出力の信号は入力の10分の1、さらに信号の周波数を高くしていきます。カットオフ周波数の100倍の信号の周波数をローパスフィルターに入力すると出力には入力の 0.01 倍の信号、つまり100分の1の信号が出てきます。こんな感じでカットオフ周波数の100倍の周波数の信号をローパスフィルターに入力すると出力にはその振幅の100分の1の信号がちょろちょろって出てくるんですね。はい。また実験に戻ってきました。先ほどのローパスフィルターのカットオフ周波数は 1590Hz に設定しています。周波数をどんどん高くしていきます。周波数をカットオフ周波数の 1590Hz に設定しました。カットオフ周波数ではルート2分の1倍になればいいので本当は 3.5V になっていればいいんですけどもだいたい合っていますね。ここからさらに周波数を10倍にします。だいたい10分の1の振幅になっていますね。今までは制限波を入力してきましたが少し波形を変えて区形波を入力してみます。入力はピッて電圧は上昇していますが出力については電圧はヌッて感じで上昇しています。区形波というのは実は制限波の集まりです。この区形波の周波数と同じ周波数の制限波とそれより振幅は3分の1になりますが周波数は3倍の制限波を足してそしてさらに元の制限波からは振幅は5分の1にしましたが周波数は5倍の制限波を足す。それより周波数が高い成分についてもどんどん周波数を足していくとこの区形波になります。ローパスフィルターに区形波を入力すると高周波の成分が除去されてなんだか少し滑らかな
こういった波形になっていたわけですね。まあ、でもこの波形を見てるとなんだかまだ滑らかさが足りないとは思いませんか。ですからローパスフィルターを追加してこの成分だけを取り出さないかを試してみます。こんな感じでローパスフィルターをつないでいけば入力された波形が一旦ここでフィルターされて、でそのフィルターされた波形がさらにフィルターされて、それをどんどん繰り返していけば最終的には制限波が取り出せるはずです。一見特製のローパスフィルターが完成しました。ローパスフィルターをただ単純に5個つないだだけです。これが1段目の信号ですね。次に2段目です。はい、ちょっと振幅を大きくします。はい、三角っぽい波形でちょっとまだ滑らかさは足りませんね。3段目です。振幅がさらに小さくなってしまいました。だいぶ滑らかになってきました。では次4段目いきます。4段目ですともう相当に滑らかになってきています。次5段目です。これはほぼ制限波といっていい信号ではないでしょうか。今回はローパスフィルターを紹介しましたがハイパスフィルターなんてのもあります。これはローパスフィルターとは逆で高い周波数だけを通す、そんなフィルターです。こういったフィルターは実際どこで使われているのか、もちろん電子回路であったり、あとはオーディオ関係、あとはこういった AC アダプターなんかにも使われています。もっとスケールを大きくすると電力系統なんかにも電力の品質を良くするためにフィルターが使われています。その中でもオーディオアンプを例にしてローパスフィルターの効果を確かめてみます。スピーカーとオーディオアンプ、そしてローパスフィルターを用意しました。実際に音楽をかけてローパスフィルターの効果を確かめます。オーディオアンプの入力部分にローパスフィルターを入れます。カットオフの周波数は 150Hz です。まずはローパスフィルターがない状態で確かめてみます。いきます。ここでローパスフィルターを入れます。音がものすごく小さくなりましたね。なんかある音が聞こえなくなったんですけど、皆さん分かりますでしょうか。ドラムの横に金属の円盤みたいのがあるんですけど、あの音が聞こえなくなりましたね。ではローパスフィルターを外します。違い分かりますか。ピアノの音は聞こえるんですけど、ドラムの音が聞こえなくなりました。まあ、ただ全体的に音が小さくなったような気もしますのでボリュームを上げます。ボリュームを上げましたがドラムの音は聞こえてきません。ローパスフィルター外します。はい、ローパスフィルターを入れることでアンプに入る前の高周波の信号が除去されます。スピーカーから出る音はもうかなり違いがあったかと思います。ローパスフィルター入れると高周波の音がしなくなりました。これがローパスフィルターです。ということで今日のスポンサーのディジキーの紹介です。皆さんご存知の通りディジキーは電子部品を販売していますが、今日は回路図設計の時に使える便利アイテムを紹介します。それは何かというと無料の回路図エディタのキーキャドがありますが、そこで使えるディジキーの回路図シンボルとフットプリントライブラリです。なんと1000以上の回路図シンボルとそれに関連付けられたフットプリントのライブラリをディジキーが用意しました。まあ、基本的には概要欄のリンクからディジキーのライブラリをダウンロードして、そしてキーキャドに読み込むだけです。キーキャド6にディジキーのライブラリを入れて、でなんか適当な回路を書いてみたんですが、最初から回路図シンボルとあとはフットプリントが紐付けされていて、それと回路図シンボルとフットプリントがやっぱりしっかりしていますね。でこれはかなり便利ですので皆さんもぜひ使ってみてください。概要欄からダウンロードできます。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。